2008年バレーボールワールドグランプリ開催中の香港コロシアム、香港コロシアム、または香港体育館は香港にある屋内競技場。香港政府によって建てられた屋内競技場。香港ではアジアワールドエキスポに次ぐ規模を持つアリーナである。完成当時、香港メディアはダイヤモンド型をした外観を世界で最も独特の形をした。 建築物の一つと称した。体育館と名称がついているが、スポーツ関連のイベントはほとんど行われず、コンサート会場としてに使用されることが多い。香港及び中華圏では、暮れない館の愛称で知られ、ここでコンサートを開催することは、日本における武道館でコンサートを行うような位置づけであり、暮れない館公演の実現を憧れとして活動するアーティストは多い。 中華圏では、王妃、姿祖、千五、周花圏、レスリーちゃん、ハセンブン、ケディーちゃん、シューマスアルリン、ガイヨン、五月天、王力博、SHE、三吉などがコンサートを行っている。欧米のアーティストでは、エルトン・ジョン、ロッド・スチュワート、オリビア・ニュートン・ジョン、エリック・クラプトン、ホイットニー・ヒューストン、リッキー・マーティンなどが、日本のアーティストでは、西城秀樹、 安全地帯、徳永秀明、チャゲアスカ、キンキキッズ、松藤谷由美、浜崎あゆみがコンサートを行っている。韓国のアーティストでは、芸能事務所、SM エンターテインメントの香港初コンサート、SM タウンスペシャルステージに香港にスーパージュニア、D&E、イエソン、シャイニー、ルナ、エクソ、レッドベルベット、NCT127、NCT ドリームが出演。 同コンサートは2017年に香港政府観光局が主催したアイクビ E スポーツミュージックフェスティバル香港の一環として8月5日に行われた。コンサート以外では毎年香港電営金像進む受賞式やミス香港の発表などが行われているほか2008年にはバレーボールワールドグランプリが行われた。また、 2009年12月の東アジア競技大会にも使用された MTR 東鉄線クレナ駅下車。ありがとうございます。